です。嬉しそうだったよ。ありがとうね、リズ。気にしないでいいわよ。みんなでお風呂なんて楽しいじゃない。私がご招待しました。ゆいちゃんたら、勝手に部屋のドアを開けちゃダメじゃない。でもパパだったので大丈夫かと思って。そっか。でもね、お風呂の時はやめておこうね。なんだっていいわよ。さっさと出て行きなさい。アスナさん、ちょっといいですか。ごめんなさい。リーファさん、こんばんはです。あ、ゆいちゃんもお風呂に入ってたんだね。いい匂いがする。リズさんまでいる。
覗き怖いって。状況だけ見れば真っ先にキリト君が責められるよね。なるほど。そんなわけで別にやましいことがあったわけじゃないからね。あ、リーファさんもいい匂いです。あ、うん、お風呂入ってきたところだから。パパ、パパ、リーファさんもいい匂いですよ。嗅いでみてください。これはパクナクの根っこから作られる石鹸の匂いですね。どうですか？いい匂いですよね。キリト君。してんのよ、あんたは。アスナ、ちょっと聞きたいことあるんだけど、時間大丈夫？はい、大丈夫ですよ。お邪魔します。な、何やっているの、キリト。ひょっとして覗き。私たちがお風呂に入っているって知らずに部屋に上がっちゃっただけなの。そうなんだ、びっくりした。ところで私に何か用だった？衝撃的なことが起こったからすっかり忘れてた。アスナが前にくれた石鹸のアイテムがちょうどさっき切れちゃって。どうやって入手した石鹸なのか聞きたかったんだ。キスから生成した石鹸ですね。そうなの？
ごいね、ゆいちゃん。大正解。香りに特徴がありますからね。パパにもきっとわかると思いますよ。嗅いでみてください。別にいいのよ、言い訳しなくても。キリトだけが誤解を受けるならいいけど、私まで誤解を受けたままなのは嫌だから、しっかり説明させてもらうわ。まず信じてあげるわ。シノンさんもいい匂いがしますね。さっきお風呂に入ってきたから石鹸の匂いじゃないかな。お花の香りがしますね。雑貨屋さんで見つけた石鹸なの、いい匂いでしょ。嗅いで回ってるの。
こっちです、こっち。大っぽい。すみません、アスナさん、キリトさんこっちに来てますか？この部屋に乗り込んでくるんだもん。女性なんですから、いつまでもそんな格好してたらダメですよ。キリトさんが知ったらなんて言うか。キリト、キリトさん、何やってるんですか？のぞきよ。私が説明してあげるね。事故みたいなものだったんですね。私びっくりしちゃいました。シリカさんのは今までとは一味も二味も違います。どれどれ、シリカちゃんはどんな石鹸を使っているのかな。なるほど。
気になるじゃない。これは確かに一押しね。え、どんな匂いがするの？まあまあ、いいから嗅いでみなさいよ。きっと驚くわよ。じゃあ失礼するね、シリカ。あー、こっちのいい匂いか。ごめん、私も嗅いでいい？私も。確かにこれは納得する。あ、いい匂い。もう少し嗅がせてほしいかも。おしまい。そこにシリカの匂いが気になって仕方なさそうなのが一人いるわよ。我慢しないで嗅がせてもらいなさいよ。何言ってんのよ。さっきだってリーファとシノンの匂いを嗅いでたじゃない。私の、その、匂い、嗅いでもいいですよ。ここまで食べ物の香りは残らないものなんですけど、これは
わざと残しているみたいですね。この騒ぎは。何か複雑な気分ね。石鹸の香りよりも蒲焼きの匂いにあんな好反応を出されると。結局ティリとは色気より食い気なのよ。